キャラメルソースダーン、味変として使えるからグッ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 、せーの、木炭黒豆です、せーの、5.1。おっ、何音楽にかかってる。こんにちは、青とゆうです。このチャンネルでは地域おこし協力隊の2人が情報収集していく様子をただただ発信していくものです。はい、おもてなしプリンランキング。ということで本日は、はい、おもてなしプリンランキングやっていきたいと思いますよ。はい、おもてなしプリンって何ですか？おもてなしプリンっていうのはですね、はい、この大芝高原にはですね、おもてなし牛乳というのがありまして、はいはい、そのおもてなし牛乳を使ったプリンでございます。なるほど、はい、ラインナップ紹介、はいはい、まず1個目、でーん、ヒトー、カモン、イエス、シルクスイート、イエイエス、でーん、ミルクアンコウ、でーん、焙煎コーヒー、ちょっとフォルムが変わりまして、甘麹プリン、山塩キャラメル、ソース付き、一番ベーシックなおもてなしプリン、スタンダードタイプ、でーん、木炭黒豆、でーん、ほうじ茶、でーん、豆乳ハニー、ソース付き。はい、ということで、はい、9種類紹介しました。イエイ。はい、本当はね、もうちょっと期間物でいろいろね、はい、あったりするんですが、はい、今日変えた分だけ、うん、変えた分持ってきました。はい、ということで今日は、この9つについて、5点満点で評価していきたいと思います。はい、随時じゃあ食べて点数、食べて点数、そう、食べて点数で最後にまとめたのを発表したいと思います。はい、わかりました。それではレッツおもてなし、おもてなし。青とゆうチャンネル、エントリーナンバーワン、バスン。じゃあおもてなしプリン、はい、まずはベーシックな、そうそう、これがね、点数の基準になるわけですから。そうですね、こんな感じですね。じゃあいただきます。どうぞ。大芝高原のおもてなしプリン、おもてなし牛乳×桜卵、いいですね、濃厚で滑らかな至福のプリン、360円。はい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 、はい、はいはいはい、どうぞ。はい、このね、おもてなしプリンは、ここで補足、おもてなしプリンは EC サイトで購入可能です。家族や友人におもてなししよう。はい、もういいですよね。うん、じゃあ、点数、じゃあせーの、5点。嘘でしょ。5点満点で 3.5 ね。早くも割れましたね。そうそうそう、俺はもうこれ原点にして頂点だから、とりあえずこれを基準に5を入れといて。まあいいや、じゃあ2人の点数どんどん出していくか。はい、もう基準この時点で違うからね。オッケーオッケー。味の感想は、あのね、こう比較的やっぱこの柔らかめなんですよね、おもてなしプリンって。こう、うん、市販のプリンみたいにこうグッて持ち上がる感じじゃなくて、それがね、いいんですよ、滑らかで。なるほど、うん、舌触りがとってもいい、はい、バランスがいい、トロトロ系のプリンです。固めじゃなくてトゥルトゥル系、トゥルトゥル系です。はい、じゃあ次いきます。続きましてこちら、山塩キャラメル。はい、こんな感じじゃない。いいと思います。ちょっとこう塩味がある感じで、はい、商品紹介しましたけれども、はい、山塩キャラメル、はい、あ、ちょ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 、これよくね、かけないと山塩キャラメルにならな、ね、ならないですか。キャラメルソースドーン、ウェーイ、ポーン、ウェーイ、いくね、こぼれそう、ええー、はい、そうか、これは加減して入れましょう。最初に全部入れるもんではないですね。いいんじゃないですか、でも、じゃあいただきます。豪快に山塩キャラメルプリン、大鹿村の幻の山塩とコラボ、ね、結構特製キャラメルソースに山塩がマッチ、うん、はい、420円。うん、うまい、おいしい。うん、うまい、うん、うまい、せーの、 4.6。おー、 4.6? はい、じゃあ俺のこう基準はね、やっぱ
最強のおもてなしプリン5点がいて、それにはちょっと一歩及ばないかなっていう感じ。うんうん、まあこれはこれで、あの上からかけるだけで、うん、あのソースの下の部分は普通のおもてなしプリンと一緒だから、うん、味変として使えるから、うん、まあそういう点ではグッドグッド。グッドですね。グッドです。はい。グッドなんで、はい、あのぜひ味変したいよっていう方がいましたら、うん、山椒キャラメルグッドでございますので、はい、で言うわ。これね、あれそうなんだよね、この山塩って言ってるから海の塩じゃないんですよ、はい、だからあの普通の塩のあのこうしょっぱいっていう感じではなくて、はい、キャラメルとこううまくハーモニーされてましてですね、はい、このこう塩味があるからこそ甘みを感じれる、やっぱ甘党としてはね。なるほど、うん、結構あの最初のソースだけ食べるとしょっぱいので、うん、はい、それを知っていただければと思います。いいですね、はい、はい、じゃあ次、次、はい、ドゥン、柚子香る甘麹プリン、はい、はい、この文字がそんな感じですね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。これはただのおもてなしプリンじゃないのかな？そうだ、じゃあちょっと酒の、これだけで、うん、はい、おお、違う？見た目違います。見た目一緒だけど、これただソースがついてるだけじゃないです。うんうん、なんかちょっとフルーツ感が増された感じ、うん、あ、ちょっとこう市販プリンに若干寄ったような、うん、なんかちょっとフレッシュなプリンになったって感じ、うんうん、でここにおお、うわ、ドゥルドゥル、ちょっとこれおおとか言ってさ伝わってないのかなあれですが、ごめんなさい、ごめんなさいこっちで楽しんでますんで、はい、あのソースかけるとこんな感じですね。結構固めのソースなんですね。こんな感じ見えるかな、はいはいはい、これが柚子のソースと、はい、じゃあこれを食べてみます。甘麹プリン、高藤の酒造千条とコラボ、150年の伝統を持つ造り酒屋の甘麹を使用、これこのかの柚子の香りを隠し味にした特製ソース、すごいお酒の320円、んいやーこれなんだっけ、あれっぽいんだよな、ちょっと柚子カステラっぽくない？あーなるほど、確かに、え、なんか違う、ん遠い、あの、いい意味でね、いい意味で遠目にゆずって感じ。はい。ほのかに。ほんと香るって感じだね。はい。じゃあ点数、せーの、3.8。おー。まあ、うん。これなら普通のおもてなしプリン食べるかな。あ、まあ、そうかもね。ちょっと変わり種好きな人はこれいいかもしれない。うん。あとちょっと、なんて言うんだろうな。甘いプリンじゃなくて、うんうん。ちょっと、フルーティーなプリン食べたい人はこちらおすすめです。そうですね、甘いのが苦手な人でももしかしたら食べれるかも、これなら、はい、うん、どうだろう、それはそれはちょっと言い過ぎかもしれない。はい、ユウはどう、あのやっぱ甘党なんで、はい、すごいマイク叩いちゃった、すごい甘党なんで、はい、足りない、あ、なるほど、ちょっと甘みがもっと、もうプリン、プリンだからあくまで、はい、なるほど、うん、もっとプリン感じたい、はい、ちょっとバランスはいいので3点です。はい、はい、次行きましょう。青大好き、ドゥン、ほうじ茶響いた強めの今、はい、そうですね、じゃあほうじ茶いただきたいと思います、うん、そう、こんな感じ、じゃあいただきます。ほう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 小屋の血出てきた、はい、ほうほう、はい、ほうじ茶プリン、お茶屋一恵とコラボ、特別に焙煎した高遠棒法事を使用、360円、 OK ですか、おいしい、じゃあ点数発表します、はい、せーの、 5.2、 まさかの 5.5 ですね、はい、俺は 5.2、 言うわ、俺は 4.5、 4.5、 はい、ですね、これは、うん、あの本家を超えたうまさがあります、はい、あのほうじ茶好きな人はぜひ食べてほしい。そうだね、うん、ちゃんとほうじ茶なのにちゃんとプリンで、うん、そう、あのマジ絶妙に合わさってる、うん、こりゃもうあれですね、これはもうスペシャルハーモニー、はい、ほうじ茶とおもてなしプリンのね、この合わさり具合がすごい。なんかさ、コンビニのあるさ、こう、ま、何、ほうじ茶ラテとかあるじゃん、うんうんうん、ああいうのってなんかあくまでこう牛乳ドーンってきてて、うん、なんか奥にほうじ茶香らせましたみたいな感じだけど、うんうん、これはもうちゃんと5対5、はい、うん、マジでうまい、はい、5.2 点ね、4.5 点ね、 4.5 です、はい、じゃあ次行きたいと思います。ドゥン、シルクスイート必殺技的な感じ。あ、なるほどね、そう、見た目がこれ、そう3層になってて、一番上が紫で、その下がなんかで芋で、その下がプリンになってるほらこんな感じね、上から見ると一番下まで行って、お、うん、
もうね、どうぞどうぞ。シルクスイート、シルクスイートというお芋と紫色のお芋を混ぜたプリン舌触り滑らかで美味しいけど、食べた瞬間のなんじゃこりゃはダントツ1位。もうすごい吟味してます。わかんない、わかんない、はい。まあ、なんかさ、こういう何層にもなってるとさ、失敗するとさ、ほんと渋滞しちゃうじゃん、味がぼんやりしちゃうというか、すごいグルメなこと言うけど一番までで、今までで一番謎の味がする、うん、うんうんうん分かんなくない、うん、どういうことこれ。ああ、なるほど、わかった。あの俺味覚音痴になっちゃったのかな。せーの、 3.5。 おお、これね、あの普通にちょっと塩味のある芋羊羹と、うん、おもてなしプリンを食べてるような感じなんで、うんうん、上の紫と黄色マジ好き俺でも。あ、本当？ちょっと塩気もあって、だからね、正直ね別で食べたいこの上と下の層でね、うん、なるほど。俺はねマジ分かんなかったこれに関しては見つからなかった。そう、ハテナで終わりました、はい、なるほどね、はい、もう食べてほしい、これマジハテナになったから、うん、はい、美味しいよ、美味しいけどね。はい、もう次、はい、せーの、木炭黒豆いいねいいね、こんな感じよね今一番うまいと思う、今までの中で一番それっぽいなと思う黒いし、爆弾みたいですよ、もうこれ火薬みたいな。じゃあいきますね、はい、うわ黒い、ちょっと、じゃあいただきます。木炭黒豆プリン、稲さんの赤松の炭とコラボ、デトックス効果抜群の健康志向プリン420円。はい、もうなるほどで渡されましたけども、はい、黒豆ね得意じゃないんですよねおっ、なんか黒豆出てきた味だから食べてない、豆出てきました一粒、ちょっとそれ食べないとダメですね。うん、うん、うん、うわ、うん、豆出てきた、うわー、うんうん、せーの、 3.7 あの、うん、ただ味がどんなかっていうと、うん、まずあの最初のおもてなしプリンと全然違うのが1個あって、うん、それはあのね、噛んだ時にザラザラしてる、あ確かに炭が来る、うん、だからなんて言うんだろうな、普通のトロトロの中にちょっとザクザクっていう、こう食感がちょっとある感じで少し、うん、で豆は黒豆、うん、って感じ、うん、でも 3.7 だもんね、割と低くはないよね全然。いやちょっと 3.4 にしようかな0.3 減った、うんうん、甘さはあんまりないです、うん、はい、多分ね一番でもこの中で健康的かもしれないそれが。ああなるほどね、うん、炭も豆もしっかり入ってて炭が健康にいいのかは分かんない分かんないですけど、はい、じゃあ次行きましょう、はい、はい、じゃあこれいくか、はい、 OK？ OK、 プーさんっぽくよくわかるせーの、ねえねえねえ、豆乳ハニー持ってるうまくない本当うまかった、うまい、プーさんだった、プーさんうまい下は普通のおもてなしプリン、おお、じゃあそれをかけて、うん、ラリラリハニーハニーハニー、豆乳豆乳豆乳ハニーかかってるはい、豆乳ハニーかかりました、はい、じゃあいただきます。豆乳ハニープリン、宮田豆腐工房とコラボ、豆乳本来の風味が広がります420円。てつさん喉が喜んでる感じかい、これはもしかして。どうぞ。これあの最初に言うとさ、昼なんですだっけ、うん、すごい大丈夫、なんか転換みたいに怒っちゃってるけどちょっと上のソースいっぱいつけて食べてみて。ヒルナンデスで食べてたよね確か。これヒルナンデスで紹介されたやつか、うん、あららら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 
うわすごいすごいすごい。あ豆乳。はい、言って言っていい。はい。せーの、1.5。手汗めっちゃかいた急に。もう好みの問題かもしれないけど、うん、バチクソまずい。だね、豆乳さ普段飲まない人はうんもうこれダメだ俺合わねえ何これ。そうあのねこれね商品のができた時にちょっと聞いたらやっぱり豆乳がすごい強いとこから仕入れてるんだって。だから豆乳普段飲んでる人もこれは濃い豆乳だと思う。苦手ただ単に苦手ってだけ。豆乳好きは絶対好きこれ。いやでも豆乳感なの？多分そうだと思う。このあの普通の豆乳飲んでみたいな、あの緑のパックの。あのハニーのハニー感感じられた？ハニー感はちょっと遠いね。遠いよね。豆乳が強すぎて、もうこれ豆乳いますって感じ。プリンとかハニーをこうしのげて豆乳がこう来るような。俺もさ、これ作り手とすごい仲いいんですよ。そうですね。怒られないかしら。でもね。作り手さんもね、あの素直な意見欲しいって言ってたからね。はい、じゃあ次美味しいの持ってきましたので、うん、残しておきましたよ。残り2つです、うん、いきましょう。せーの、でん、焙煎コーヒー。ちょっと渋いね、渋い、ね、渋い。あのこうひげの生えたマスターをイメージ、喫茶店の。なるほど。コーヒーゼリーを乗せました。はい、じゃあいただきます。あ、普段ブラックコーヒーだもんね。そうなんですよ。それがどう出るかだよね。プリンが合わさって、お、混ざったらあのあれなんだっけ、コーヒーゼリーみたいな色になりました、うんうん、お、結構コーヒー好きですもんね、うん、本格焙煎コーヒープリン、三沢コーヒーとコラボ、コーヒーゼリーの苦味がアクセント、380円。全体的にみずみずしいですこのプリンは。遊んでるよ。はい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 。どうなんだろう、俺普段さコーヒーあんまり飲まないんですよっていうフレッシュな意見が。うん。点数決まりました？はい、はい、じゃあいきます。はい、点数せーの、 5.1。 おー、いやこれはマジでうまい。うまい。これなんかコーヒーゼリーが上に乗ってるんですけど、それとプリンなんか合うのかなと思ったんですけど、うん、これが合います。合う。ちゃんとあの上のコーヒーゼリーだけじゃなくて下の、うん、あのプリンとも合わさっていい感じの甘さになってて、すごいベリベリグッドでございます。グッドだねこれは。非常にグッドでございました。普通のさコーヒーゼリーにさあの白いなんだっけフレッシュみたいなのかけるじゃん、はいはいはい、あれとも全然違う。違う違う違う。これうまい。これは美味しいです。ちゃんと甘い味もでも感じられるし、素晴らしい商品。素晴らしい商品、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いいね。はい、じゃあ最後いきたいと思います。はい、最後はせーの、ドゥン、ミルクあんこ。あんこね、ミルクあんこプリンです。はい、あんこどうかな。こしあんは好きだけど、好き、うーん。いただきます。和菓子ね、俺あんまりね食べないんだよな。ミルクあんこプリン、老舗カメマンとのコラボ、こしあんと羊羹キューブの2種類の食感、うん、420円。はい、 OK。 あんこ硬い。うえ、うん、なんか四角いの食べてる今俺。こしあんだよね。うん、うん、つまんじゃなくてこしあんです。なんか四角いのがあるよ。何このダイス状の。点数を発表したいと思います。はい、はい、せーの、 4.8。 おお、俺これ高い、はい、まあ美味しい。美味しいけど、なんか俺最初食べた時はすごい美味しいなと思ったんだけど、これなんか2回目食べたら、うん、まあ普通かなっていう。ああ、なるほど。美味しいけどインパクトがあってっていうことだね。でも、うん、でもねこれはね結構好き。うん、はい、絶妙なバランス。うん、はい、羊羹キューブも意外と良かったです。良かったですね、はい、楽しい、はい、食感があって、はい、はい、どうですか。ね、あの俺ちっちゃい頃からこっちにはないんだけどね、船輪の羊羹っていうのがあって、うん、船に乗る船に和風の輪で、うんうん、その羊羹が大好きだったの、うん、それがね一瞬来た、そのキューブが。本当、
なんかキューブも美味しかった、うんうん、であんこもあの粒あんすごい苦手で、あそうなんだ、でもこのこしはめっちゃ滑らかで、滑らか、本当に滑らか、そこに滑らか、さらに滑らかなプリンきてドーンみたいな、はい、これもう好きですよかったです、うん、はい、青とゆうチャンネル最終的なランキング発表したいと思います。はい、はい、9位豆乳ハニー、8位木炭黒豆、7位甘麹どんなだったっけな甘麹どんなだったっけな迷子になっちゃった、いや6位シルクスイート、こうだったね、5位山塩キャラメル、違うな、もういい、もういい、何でもいい、はい、せーの、4位ミルクあんこ、銅メダルに輝きました。第3位、ベーシックおもてなしプリン、はい、銀メダルの第2位焙煎コーヒー、そして栄えある第1位はじゃん、ほうじ茶です、イエーイ、どうでした、ね、総合ランキングはこんな感じ、こんな感じ、やっぱね、でも多分2人とも思ってたのは、はい、甘さと、はい、なんかその入ってた味のバランス、はいはい、甘すぎてもダメだし、その出てきた味が強すぎてもじゃあプリンじゃなくていいってなっちゃうんで、はい、やっぱそこがいい感じに合わさってるのが高かったなっていう、はい、あの上位 1,2,3,4 はもう接戦です、正直、うん、何食べても美味しい、うん、で、時点で、まあ、山椒は山椒かな、うん、が次に来て、その後にシルクスイート、甘麹、木炭、うん、この3個が来て、ビリに豆乳ハニーっていう感じですね、はい、そうですね、なんでぜひこの4つですね、ミルクあんこ、普通のおもてなし、コーヒー、焙煎コーヒー、ほうじ茶、うん、これ的には食べてほしいなと思います、うん、でもこのね、言ったら貝は結構好みだから、はい、まあそうだね、ハマる人にはハマるかもしれない、うん、ハマる人は多分もうダントツ1位になりうるものがいますね、そうですね、うん、はい、てな感じでした、はいはい、いかがだったでしょうか、いやいいね、楽しかった、はい、楽しかった、久々になんかこのおもてなしプリンをしっかり吟味して食べたんで、そうだね、なんかまた食べたい、いろいろ、はい、ということで本日の動画良かったと思う人は高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、バイバイプリン、滑らかに消えるいた